あ、皆さんこんにちは。今日はお休み3連休の、初日を、私たちの、2回目のライブにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日ちょっと、進行の方は、私、マニオ高明と、今度来た秋田です。よろしくお願いします。なかなか縦板に水というわけにもいきませんが、本当よろしくお願いいたします。ちょっとすみません、私の方座らせていただいて、まずオープニングは私たちのテーマ、ジャンピングアクザルのドサイドという曲で、スタートいたしました。ですね、カントベーシーの、ナンバーの流れですが、とても派手な賑やかな曲なんですけど、よくオープニングとかエンディングに使われている曲なんですね。我々もこの曲を、テーマとして今日は、何度か演奏させていただきたいと思います。次はですね、ジョージアオンマイマインドと言いまして、ジョージア州、アメリカのジョージア州の州歌になっております。作曲家がジョージアという妹さんがいまして、その妹さんのために作ったんじゃないかなっていう話もあるんですが、実は州歌として作られた曲です。これは結構皆さんご存知だと思うんですけど、ね、最近の映画で何だっけ、何かやってましたね。何ですか、はい、歌手です。ブルースの王様。あ、ベイチャールズも、ね、これを歌ってましたが、これでヒットした曲ですね。はい、すいません、忘れておりました。はい、ではジョージアお前も